乳房にしがみつき無心にしゃぶる赤ん坊たち。口いっぱい広がってゆく温かいお乳はやがていろいろな臓器をめぐってゆくうち小さな分子に分解されてこの血液に流れています。生まれて2時間経過しました。将来出来上がる骨の中央部に黒い筋がかすかに見えています。骨ができ始めてきました。骨になるカルシウムや骨形成を助ける成分を血液から取り込んでいるのでしょう。12時間上下方向に成長を続ける骨。骨は光を遮り影となってはっきり見えてきました。24時間骨の影が大きくなりました。骨を作る細胞が増えているのでしょう。栄養と酸素を称えた血液が骨を大きくしていきます。48時間骨の中へ血液が流れ込み骨髄ができていきます。この頃になると骨作りは一層盛んになり一方石灰化した部分の破壊や侵食も起こってくるようです。骨は骨形成と骨吸収を絶えず繰り返しながら成長していくのです。子供たちは手足を自由に動かせるまでに発育しました。骨形成と骨吸収を繰り返しながら成長する骨。その骨を支えるこの血流は栄養になる成分と一緒に骨の営みを左右するさまざまなホルモンを運んでいます。168時間を超えました。骨の中に出入りする血液の量が増え血管が骨を幾重にも覆うようにして流れています。骨代謝に関係する活性型ビタミン D や副甲状腺ホルモンカルシトニンなどが骨を壊す細胞にまた骨を作っていく細胞に働きかけているのでしょう。血液の流れの奥で骨を作り骨を壊す細胞のその振る舞いを組織培養で観察します。右端にカルシウムを蓄えた骨が見えます。その周りで骨を作る細胞と骨を壊す細胞が新しい骨作りに懸命です。4分に1コマの微速度撮影で動きを捉えています。骨の縁から新しい石灰化が起こっています。その近くで骨の吸収も起こっています。細胞たちのどんな行動がどんなコミュニケーションが骨作りを促しまた骨を壊していくのでしょうか。まず骨作りの様子を拡大して観察します。近寄ってみると細胞はどれも卵型になって重なり合うように集落を作っています。培養を始めて10時間若い細胞が分裂を繰り返しどんどん増えています。今まで見ることができなかった骨の細胞の生きた営み。今見ているのは1ミリの10分の1の視野。小さな小さな世界を見ています。
分裂を終えた細胞たちは細胞の外側に骨の基板になるマトリックスを作り始めたようです。細胞と細胞の間を縫って青黒く見えるマトリックスが次第に太く濃くなっていきます。このマトリックスは細胞たちがコラーゲンの繊維と一緒に粘りのある硫酸化多糖類を分泌して作り上げたものです。骨芽細胞がマトリックスの間に埋まって細胞の動きがだんだん鈍くなっていきます。60時間後の現象です。骨芽細胞から骨細胞への変身が始まっています。80時間かかって骨になる基板を十分に作り上げた細胞たち。細胞が骨の一部になる時が近づいてきました。やがて細胞同士を囲むマトリックスにヒドロキシアパタイトの結晶が広がって骨の基板になる集落を固めていくのです。今度は骨を壊す細胞の動きを追ってみます。破骨細胞と呼ばれるこの細胞はどのようにしてできたのでしょう。破骨細胞は容赦なく骨を崩していきます。まるで洪水に押し流される恐ろしささえ感じます。たくさんの核を持って骨を溶かし取り込み続けるこの大きな細胞。破骨細胞は骨を作っていく細胞とどんな関わり合いがあるのでしょうか。破骨細胞が壊していくその近くで骨作りは続きます。
細胞たちは働き蜂のように活動しています。骨芽細胞は他の細胞とどんなコミュニケーションを交わしているのでしょうか。先端に並ぶ骨芽細胞が重なり合うようにして盛り上がっていきます。骨は壊されても壊されてもまた新しくなる力を秘めているのです。破骨細胞は古くなった部分を懸命に取り除いていきます。むさぼるように石灰化した骨を溶かしていく破骨細胞。骨には生きている自然の過酷な掟が支配しています。細胞が骨を溶かしながら自分も壊れていきます。作っては壊し、壊してはまた作る細胞たち。骨は厳しい掟があるために生き生きとよみがえることができるのです。しかし作る量と壊す量のそのバランスが崩れると骨は平衡を失って病的な骨となってしまいます。そしてその平衡はこの細胞たちの複雑なコミュニケーションや体内から送られてくるさまざまな骨代謝を調節するホルモンによってコントロールされているのです。もしも活性型ビタミン D をはじめさまざまな骨代謝に関係するホルモンが欠乏したなら正常な骨は作られてこないでしょう。体のカルシウム代謝のバランスも保つことができません。骨の営みは命そのものと言えましょう。